いや、コラボのボタン申請を押したら、こっちの枠が落ちて、あかんあかんと思って、こっちの枠を開くためにログアウトしたら向こうも落ちた。こっちも落ちて向こうも落ちたわ。大変なことになったわ。で、ちなみに向こうのホストに、コージンさんって誰？コージンさんって誰？って言われてんけど。その聞き方もおかしくない？コージンさんって誰？って。コージンさんって誰？っていう聞き方がおかしくない？今日はあれやな、ふわっちは不景気やな。今日はふわっち不景気すぎるな。そうそう、アイテム、高額課金アイテムでね、有名なね、コージンさん知らないとかね、もう、ふわっちの配信者として終わってるでしょ、僕のこと知らないと。僕のこと知らない時点で潜りだろ。ね、マジで。あかん、ちょっと寝よ。ちょっと寝るわ。ちょっとね、仮面っていうのはよう分からへんけど、仮面っていうのがよう分からへんけど、ちょっと最近メイクのノリがおかしくて、ね、ちょっとこの辺の肉とかがさ、なんか、メイク漏れてないのよね、全然。隠さなあかんのこれ。こうやったかなんか。こうやったかなんか。顔かゆい。君ら行ったら行ったでいいな、なんかもうまたかまたかいうくせに、行かんかった行かんかったで行かないのか行かないのか、行けよ行けよって言うよね。うん、どっちなの？行ってほしいの？行ってほしい？うん、まあ行ってもよかったんだけど、もう昼から用事あるからもういいかなと思って、今日は、ね、ゆっくりして。今日昼までゆっくりして、昼からちょっとだけ人と会って、でかどうしようかいなっていう。アイテム飛ばない、アイテム。嘘でも言い続けたらそのうちそうなりそうな気するやん、ね、嘘でも言い続けたらそのうちそんな風になるような気しない、マジで。うん、お花火10発です、花火10発です、招き猫10発です、ディナー10個です。桜花火10発です。花火10発です。花火10発です。マネキン10個です。嘘でも言い続けてたらさ、そのうちなんかもう釣られて、ほんまに根負けした人が投げてくれるそうな気すんねんけど、気のせい、うん、春休みキッズたちね、お母さんの財布からね、2万円盗んでそれでアイテム投げろよ。春休みキッズたち、バカかお前ら。うん、春休みキッズたち、おい、見てんだろ、春休みキッズたち。分かってんだぞ、春休みキッズたち。春休みキッズたち、暇なんだからね、お母さんの財布からね、お金抜いて、俺に投げたらいいんだよ、アイテムを。簡単でしょ、アイテム投げるの。思わない、割とマジで。割とマジで思わない。ああ。コメント読んで欲しかったらね、高額課金アイテムを投げろよ。うん、コメント読んで欲しい春休みキッズたちはね、ママの財布からね、2万円抜いてね、俺に高額課金アイテム投げりゃいいんだよ、うん。それもしないのにね、なんかアイテム、コメント読んでもらおうとかね、どんだけお前ら世の中舐めてんだよ。世の中そんな甘くねえんだよ。やっぱね、僕ぐらいの大手になるとね、花火20発以上、花火10発以上になるとね、俺も読めないから、こんなね、たくさんコメントがダーッと流れてると。ね。そのね、俺ちゃんに対してね、コメント読んでもらうのにね、初見ですで読んでもらえるとかってね、お前らどんだけ世の中舐めてんだよ。ママの財布から2万円抜いてこいよ。さっさと課金しろよ、課金。課金がすべてなんだよ、課金が。
なんでヒカキンっていう名前になってるかしてるか、あれ。ね、ヒカキンじゃないの、あれ。ね、課金しないやつはいらないっていう意味で非課金なのよ、あれ。わかってる？ヒカキンさんじゃないからね、課金さんだからね、あれ。君らはね、そういうね、裏事情とか知らなすぎるわ、マジで。YouTuber なんだから課金に決まってるだろ、バカか。いや、YouTube 自体はね、見るのはね、まあ、課金しなくても見れると思ってるかもしれないけど、今、YouTube プレミアムとかあるからね、別に。そっちで見てもらった方が広告代も高いからね、言うとくけど。俺もたまになんか知らんけど、それで再生されてるのか知らんけど、なんか、高い広告料ついてるときあるもん。びっくりするんだけど。ラッキーみたいな。ラッキーよねーみたいな。アイテムまだ、うん、ナイス押せよ、ナイス。ナイス押せよ、ナイス。ナイス押せよ、お前ら。お前らナイスがなんでおかしいだろ。ナイスが十何人来ててナイスゼロって、お前ナイス率ゼロっておかしいだろ。ナイス押せよ、バカ野郎。こんな野郎、うん。で、春休みキッズたちはさっさとママの財布から金の抜いてこいよ、金、うん。さっさと金盗んでこいよ。うん、ママの財布から盗んだ金をね、ここで課金するんだよ。それぐらいしかお前らできることな、することないだろ、暇なんだから。バイトもしないでよ。うん。何よ、お前らは。家でゴロ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 してこんな配信見てんだろ、お前ら。バカじゃねえの、うん、はい、ナイスエッサーチェリー箱エッサーチェリーエッサーさー大花火プラスさー花火にプラスさーマイネギネコジパッサーサークラハミジュパッサーディナージュパッサーねえ。花火投げろよ、花火。高額課金でも投げろよ、お前らよ。お前ら。お前らはママの財布から金盗んで来いよ。バカか、お前ら。ねえ。ママの財布から金盗んで、な。それでポイント買って、な。わ、俺ちゃんに課金すりゃいいんだよ。ああもっともっと花火やっさー大花火やっさーマネジャーやっさーステーキやっさーディナーやっさーサクラ花火やっさー花火やっさー !20 人近く来ててなんでナイス1なんだよ。ナイス率 5% っておかしいだろ、お前ら。もっと押せよ、ナイス。ね、花火にルパスやっさー大花火プラスさーサクラ花火プラスさーマネジャープラスさーディナーズプラスさーね、うん、もっともっと早くあんなアイテムよこせよ、お前ら。お前ら、ペース遅いぞ、ペースが。うん、マジでよ。ね、まあ、君たちのコメント全員をね、読むことは無理だけども、ね。こんだけコメント流れてんだからね、花火20発以上ね、大花火10発以上のコメントしか読めないけども、ね、うん、それ致し方がないよ、世の中金なんだから。金をよこせよ、金を、もっと。もっとよこせっつんだよ。なるほど。バカどもが。ヨシエ風に言うとね、アイテムなんか私はいらないんだよって言いながらね、くれくれっていうね、最速。俺も、だからいらないんだよって言おうかな。いらないって言ったらもっと飛ぶ。そうだよ。アーナビジュパッサーオーハナビジュパッサーサクラナビジュパッサーディナーニジュパッサーマネキラバジュパッサーハナビニジュパッサーオーハナビジュパッサーナイスアッサーナイス率 10% っておかしいだろ。もっとナイス押せよ。ナイス2万ぐらい押せよ。
支払いなんかできてねえわ。金よこせよ、お前ら。なあ、春休みキッズじゃママの財布から金盗んできて課金すりゃいいんだよ、とっとと。課金しろよ、この野郎。このクソヤギどもがよ、バイトもせずにこんなもん見やがってよ。バカじゃねえの、お前ら。早く課金しろよ、課金。金よこせよ、金をよ。割とマジで。嘘って何ですか？全員のね、コメントいちいち読んでられないけど、ね、僕忙しいからね、アイテム飛びすぎてね、俺も花火20発以上しか言えないぐらいね、うちはね、高額課金アイテムばっかりでね、貧乏人な君たちキッズのコメントはなかなか読めないけども、ね、ママの財布から金抜いてね、課金すりゃいいんだよ。花火10発あっさ、大花火10発あっさ、マネグロールパスさ、ディナー10発あっさ、花火10発あっさ、花火10発あっさ、大花火10発あっさ。ねえ。早く課金しろよ、課金。そう、クソガキどもね、小遣い持ってんだろ。もらった小遣いよこせよ、この野郎。クソガキどもがよ。どうせ春休みすることも何もなく家で、無料エロ動画で見てみて、オナニーしてんだろ？その無料エロ動画サイトを運営してるのはおっちゃん、俺ちゃんなんだから。ね、もっと金よこせよ、この野郎。嘘つきってどういうことですか？これをこのまま YouTube に上げたら、ね、米火もなんもないから、ね、花火がドカドカ上がってて、ね、そこの配信はすごいなっていうね、それからね、3年後には事実になってんだから。でも嘘ついたもん勝ちだから、嘘じゃないけどね。ちょっとでも、ちょっと少しだけを持っといたらね、それがね、将来的には、あ、この人すげえな、変わってんだから、うん。あ、昔からこの人有名だったんだなって思うだろ、勝手に。うん、そうそう、そういうとこですよ。ね。はい、6000人の方ありがとうございます。今日もね、6000人の方々の前でね、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日も10兆人の方々がね、もうすでにね、この枠来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。よし。言うなよ、そんなこと。ね。実はこんなクソ動画でも YouTube に上げときゃ金になってるとか絶対言うたらあかんぞ、お前ら。お前言うたらあかんぞ。ほんまに。こんな動画でもね、上げときゃ、ね、1本あたり2円ぐらいになるんだから。ね。こんなクソ動画でもね、YouTube に上げときゃね、1本あたり200円ぐらいにはなるんだよ、200円。それが何本あると思って、2500本あんねん、どれ動画。ね、2500本。ね、1本あたりね、1本あたり200円の動画がね、200円の動画がね、2500本あんのよ。うん、2700本だけどね。その時点で、ね、200×2500 は、ほら、50万円、月収50万円。ね。1本あたり動画200円でいいんだよ。1本の動画が200円稼いでくれたら、ね、50万になるんだから。わかります？ね。わかりましたか？あなたたち、ね。君たちはまんまとそれにね、加担してるんだよ。うん、しかもね、ここでもうね、高額課金アイテムがバカすか飛んで、ね。もうおっちゃんね、内心ね、笑い止まらないわ。うん、笑い止まらねえ。笑いが止まらねえ。でこんなどうでもええ話してるだけで、ゴロゴロしてるだけでね、お金もらえんのよ。うん、
ね、そう、YouTube での稼ぎ方の成功例でしょ。うん、何にもしてないからね、ぶっちゃけ。企画もしていない、ね、あの、何もしていない、家の中でゴロ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 してるだけの動画をね、あの、無限に上げ続けるだけでお金になるのよ。すごくない？で、たまにやることといえば、ね、このあの、急上昇を見て、ね、どのネタが今、旬なのかなって、それをね、パクって喋るだけ。すごいくない？すごいくない？昨日はニュースが全然なかった。あ、あの、萩原健一さんを亡くなられ、なられましたね。あの、昭和の名俳優ね、萩原健一さんね、お亡くなり、お亡くなりになられてね、ご冥福をお祈りいたします。はい、お疲れ様でした、本当にね。証券さんって言われてね。昭和のね、時代のね、なんかもう、俳優さん、芸能人さんだから遊び人みたいな感じでね、お姉ちゃんとか控えみたいな、そういう報道ばかりされてね、実際そうだったかどうか僕は知らないけども、ね、そういう人でしたけども、ね、なんか、いろんな俳優の賞ももらったりとかしてね、萩原健一さんね、お亡くなりになられたそうです。はい、ね。ご冥福をお祈りいたします。はい。これで、次、この動画を上げる、YouTube に上げるときはね、証券お亡くなりになられたことについてコメントっていうだけでね、証券を検索したら俺の動画が上がってくるね。もう、美味しくて美味しくて仕方がないんですけど、こんなの。マジで。うん。これ適当に喋っとく、適当に10分くらい喋っとくだけでね、これ動画1本、もう30分もする必要ないからね。うん。動画1本上げるだけで、ね、これでまた、あれですよ、おっちゃん収入なんのよ。うん。そうそう、今日の動画の題名はね、今喋ったから、俺、萩原健一さんについて今喋ったから。うん。ね。うん。もうこの動画は、ね、萩原健一さん、昭和の名俳優、萩原健一さんを亡くなりになられたっていうね、そんだけで、うん。もう YouTube で検索したら、もう俺のこの動画がバンバン出てきて、うん。なんかな、これ、言うて、うん。広告代入ってくるのよ。それだけで。またガッポガッポよ、ガッポガッポ。ガッポガッポやで、ガッポガッポ。マジガッポガッポ。でもなんでな、こんなにYouTube しててもね、お金がない、お金がないって言ってるかって言ったら、やっぱね、いろいろあんのよ。うん、いろいろ。税務署が来たり、めんどくさかったりね。おっちゃん、このままで外を歩いてるもんやからね、やっぱね、目つけられたり、声かけられたりするわけよ。一般の素人の人たちにね、もうそういうのもめんどくさいからね、あ、お金ないですよっていうアピールしとかんと。うん。でもそれだけで、別にみんなも寄ってけえへんし。うん。ね、ガッポガッポやで、ガッポガッポ。うん。ね。だから、せやからやな、もっとお金持ちになりたいとかな、そういう思ってるやつは、おっちゃんのな、この動画配信を見て、な、生配信見て、な、ママの財布からお金盗んできて、それで、ね、ふわっちのポイント買って、な、かき揚げてもバン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 投げなあかんで、うん、な、どん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 投げなあかんねやで、どん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 投げることによって、な、これで売名にもなり、な、おっちゃんのな、この技を盗めるんやで、うん、そういうところが君では足りないわな、マジで。そういうところやと思うよ。今日大しておもろい配信やってないな。今この時間帯荒れちゃうか、俺ちゃんが一番おもろい配信ちゃうか、これ。うん、顔出ししてる中で俺ちゃんが一番面白い配信ちゃいますか、今。ね。俺ちゃん以上に面白い配信したやつがおったらちょっと言うて、うん、それ見に行くわ。おらんやろ、この時間帯。うん、どうせ俺ちゃんが一番面白い配信なんだよ、これ。この時間帯なんて。あ、花火20杯です。大花火10杯です。招き猫10杯です。YouTube 再生ボタン10杯です。顔出ししてないってどういうこと？この時間帯で完全顔出ししてて、な、今面白い配信って俺しかいないだろう。マジで。これ20人になったら枠切るからな。でも相手も飛んでないから別に20人並んでも切っていいのか。
証券さんについて、この動画は証券さん、萩原健一さんについて、だからちょっと萩原健一さんについてマジでちょっと、喋っとこうか。萩原健一さんについて、萩原健一。萩原健一。うん。じゃ、これ調べとかんとな。証券こと俳優の萩原健一さんね、お亡くなりになりました。68歳。ね。去年68歳ということでした。1950年までのね、証券さんはね、埼玉県大宮市で育ったらしいですよ。ね。うん。で、奥さんのために残したね、資産額がすごいらしいね。うん。なんか、最後は闘病生活しとったみたいね。うん。アウトローと言われた証券さんね。うん。資産総額がすごいって、なんか、そんな動画ばっかり上がってるんだけど。証券さんがね、他界する前、最後の一言に涙が止まらないとかね、そんな動画とかね。うまいな、みんな。みんなうまいわ。萩原健さんの突然の訃報をね、死因とその逮捕歴に驚愕、太陽に吠えるのマカロニデカ、マカロニ刑事っていうのやったらしいね。まあ、これぐらい喋っとったら、この動画はね、もう自動的に萩原健さん、お亡くなりになった、昭和の名俳優、萩原健一死去68歳ってね、その動画で、その題名でこの動画はバズれるから。大体ね、動画なんてそんなもんですよ。これだけでこの動画バズれるから。これだけでもアクセスバーン来るから。バーン来るからアクセスが、ね。それだけで、この動画アクセスバーン来て、YouTube の広告収入バーン来て、アドセンスバーン来て、な、俺ちゃんの締めで3時までバーン来て、大変だわ、忙しなるわ、これから。もう、タイさんも今忙しいのに、もう俺ちゃんさ、もうゆっくり家でこうやってまったり配信だけしてて、ね、Google アドセンスで毎月ね、500万ぐらいもらったらそれでいいの。うん、それだけ十分なんだけど。まあ、ちょっとだけ足れへんから、今ね、ファッチの方でね、毎月まあ、2億円ぐらいもらってるけども。毎月2億円ぐらい。あ、花道10杯です。お花道10杯です。招き猫10杯です。リナ10杯です。桜花火20杯です。花火20杯です。花火10杯です。招き猫10杯です。これを見ているね、キッズたち。君たち、キッズたちだろ？キッズたちね。ママの財布からね、お金取ってきて、な、ここに投げろよ、早く。もっと。お前らタダで呼んでもらおうとかね、おこがましすぎるんだよ。タダでコメント呼んでもらおうとか、おこがましすぎるわ、お前ら。世の中舐めてんのか、バカ者が。世の中舐めすぎだろ、マジで。iPhone がもうタイムアウトしてたわ。びっくりした。さあ、そろそろ枠切ろうかな。30分するのがもうめんどくさいんだけど、もうたくさんのね、たくさんの動画を作って、たくさん上げとくことによって、ね、それだけでもう収益上げたいんだけど、動画の質とかどうでもいいわ。証券さんの画像だけちょっとあれやな、パクリに行こうか。証券さんの動画をパクリに行かんとあかんね。これ、証券さんの動画キャプチャーしといて、証券さんの動画をね、キャプチャーしといて、それをね、サムネにして。どれにしようかな。いっぱいあんな。これにしようか。最近 CM が2本挟まんの鬱陶しいねんけど、 YouTube。 一本にしろよね。あかんな、これ。あかんわ。YouTube の中から撮ろう思ったけど、あかんわ。これもう普通に Yahoo で検索する。Yahoo で、萩原健一、で、画像にして、どれにしようかな。これぐらいにしようか。
よし、これで、サムネも撮ってきたし。ね？サムネも撮ってきたから、あとはもうこれであれよ。な？動画上げとくだけで。動画上げとくだけで、な？あとはもう儲かるんだから。君ら、ママの財布まだか？ママの財布。ママの財布まだですか？ママの財布は。早く行ってこいよ。ママの財布。ママの財布行ってこいよ、早く。ただでな、こんなね、大手配信者のね、にコメント読んでもらおうなんて、どんだけずうずうしいんだよ、お前ら。ママの財布から2万円取ってきて、な、匿名で投げろよ。ね、花火は20発以上、大花火は10発以上じゃないとコメントなんか読めねえからな。このコメント流れすぎてて読めねえから、こんなのよ。あ、花火10発です。あ、花火10発です。招き猫10発です。さあ、さあ、さあ、さあ。ディナー時間です。さあ、お花見10発です。さあ、ね。もう大手なんだから。大手が君たちのね、どうでもいいコメントなんて読んでられねえわ、マジで。まあね、俺も全部言い切れねえんだから。花火は20発以上じゃないと俺言えないからな。どうすんの、これ。もう切っていい？時間がね、割と長いわ、30分。だいたい30分1枠俺ずっと喋り切ってるけど、もう長すぎるわ、30分。10分ぐらいでいいだろ、別に。この動画のタイトルにもありますように、もう一回言っときますけどね。昭和の名俳優、萩原健一さんね、68歳で亡くなりになられたということでね、ご冥福をお祈りしております。はい。じゃあ、代わりにね、最後、お題目をあげておきましょう。萩原健一さん、お疲れ様でした。南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。南無南無南無。ナム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 
まあ、これからもね、どんどん高齢化が進んでいっとる境にな、今までの大物有名人たちがね、これからバカすか、どこすかね、なくなっていってね、もう不法ばっかり、毎日が不法になっちゃう時代が来るけども、ね。まあ、なんだかんだ言ってね、今、このご時世、この時代にはね、俺ちゃんが生きる境に、な、みんな悲しむことなくな、人はいつか死ぬんやから、楽しく生きながらね、みんなでね、俺ちゃんにこれからもね、どしどしお布施していただければと思います。ね。お布施はね、高額課金アイテム、もしね、ナイスボタンを押して、高額課金アイテムをよこして、ね、YouTube を再生して、ね、で、ここでコメントしながら、ね、ごちゃんとか雑談たぬきに書き込んでください。ね。で、アイテムを投げるのがね、ちょっとっていう方はね、直接のね、ご支援先ね、お知らせしておきますね。宛先はこちら。ジャパンネット銀行すずめ支店、ジャパンネット銀行すずめ支店ね。普通口座002-2749451、2749-5451ね。こちらでお待ちしております。ね。はい。ということでね、YouTube の方もね、よろしくお願いしておきますね。はい、ありがとうございました。ということでね、今日はね、昭和の名俳優、萩原健二さんがお亡くなりになれたというね、報をお届けいたしました。やっぱ大物になろうと思ったらね、やっぱり破天荒なね、ことをしないといけないよ。人と同じことをしててもね、ビッグにはなれませんよ。ね。君たちはね、春休みキッズたちはね、ママの財布からね、たくさんのお金をもらってね、俺ちゃんにね、どしどしお布施ください。ね。ということで、ありがとうございました。ね。たくさんの、アイテムありがとうございました。ね。6万人の方ありがとうございました。